魂ラボ。ここはバンダイコレクターズ事業部が新たなものづくりに日夜挑む研究機関である。本物を超える驚きを提供するため、時に最新のテクノロジー、時に伝統的手法で魂を揺さぶるものづくりを行っているのだ。そしてついに魂ラボ最初の研究成果が発表される。科学特捜隊光線銃スーパーガン。完成したスーパーガンをウルトラマンで早田隊員役を務めた黒部進氏に見ていただいた。いやー、びっくりしたな。あまり成功にできてるからなんか怖いな。50年前思い出しますね。徹底的に追求した本物感。50年の時を超え、当時のままの姿を表したスーパーガンは、手にした瞬間、あの時の興奮を蘇らせる。その当時もそうだったんだけど、銃口の形やこの銃身の部分もですね、非対称になってるんだね。いや、これね、この銀色、黒い帯、当時も全く同じ色ですよ。彩色は金属らしさを追求したシルバー塗装。武器らしい武骨さも感じさせる仕上がりとなっている。そしてペンシル爆弾と特殊風船爆弾の2つが付属。アイテムの奥行きを生み出す劇中で特に印象的なアタッチメントだ。さらに様々なサウンドギミックで高まる臨場感。ノーマルモード。あ、光線の音だよ。発射音に加えて怪獣の鳴き声が鳴る怪獣モード。おお、バルタン星人ですよ。これは楽しいね。ウルトラマンに登場した40種類以上の怪獣の鳴き声を搭載。40種類、全部網羅してんじゃないだろうね。アタッチメントで名場面を再現。ジェットオン。これいろんな音声モードがあって、本当ワクワクしますね。当時の小道具は音が出るわけじゃなかったから、撮影現場って大変楽しかったんじゃないでしょうかね。いやー、いいですね。これを手に取った人は間違いなく家族隊の隊員の気持ちを味わえるというわけですね。魂ラボ科学特捜隊光線銃スーパーガン、12月発売予定。魂ラボ、彼らの研究はこれからも続く。